こんにちは、平尾のりこです。こんにちは、浜松市長の鈴木康友です。さあ、秋と言いますと、はい、食欲の秋ですとかスポーツの秋ですとか、はい、そして何といっても芸術の秋、はい、ここ浜松は、はい、音楽の都浜松と言われていますから、はい、今年の秋もいつも以上に盛り上がっているという、はい、今日はそんなお話を伺っていきたいなと思うんですが、はい、私自身幼少時代から音楽がすごく周りにいっぱいあったんですね、うん、市長ご自身もジュニアクワイアに。そうですね、まあ、当時はジュニアクワイアじゃなくてね、児童会館少年合唱団って言ってましたけどね、はい、参加されていたということで、はい、本当に音楽に触れられる環境がすごく整っているように感じるんですが、はい、いかがですか。そうですね、まあ、ここはもともとヤマハさんがあったり、はい、河合さんがあったりしてね、楽器産業、ものづくりとしての実は楽器の街だったんですけども、はい、まあ、それだけじゃね、もったいないということで、楽器の街であることをベースに、まあ、音楽文化の振興に努めていきましょうということで、長年ですね、まあ、いろんな取り組みがされてきたんですね、はい、例えば駅前のね、キタラで、コンサートをやったりとかですね、本当よくやってますよね、はい、まあ、いろんな形で音楽文化の振興をやってまいりましてね、はい、まあ、その中に国際ピアノコンクールみたいなね、大きなそういう取り組みがあったんですね、はい、でこうした音楽に対するですね、継続的な取り組みが認められまして、はい、まあ、ご存知のように昨年の12月にはですね、浜松市はユネスコ創造都市ネットワークの音楽分野ですね、アジアで初めて加盟が認められました。でこれは非常にですね、いろいろ審査されるんですけども、はい、まあ、その中の一つにですね、3年に一度開催されております浜松国際ピアノコンクール、まあ、これは一番大きな浜松でですね、はい、音楽イベントコンクールですけども、はい、それが今年ですね、開催をされるんですね。あ、じゃあちょうど去年そのユネスコ創造都市ネットワークの音楽分野への加盟が認められて、はいはい、今年じゃあ初めて認められた後、初めてですね、ということはもう国内外より注目を集めてますから、そうですね、もう世界にどんどん発信していく、はい、いいチャンスとなるわけなんですね、はい、そんな浜松国際ピアノコンクール、はい、今回でね、9回目を迎える、はい、ということなんですが、はい、回を重ねるごとに、はい、どんどん世界的にも評価が高まっているようですね、はいはい、そうですね、これはスタートはですね、1991年に浜松市政80周年を記念して、はい、スタートした事業なんですけども、はい、まあ、おっしゃるようにですね、このコンクール回を重ねるごとにですね、非常にその評判が上がってまいりましてね、開始から7年でですね、はい、国際音楽コンクールの世界連盟という組織があるんですけども、そこへの加盟が認められたんですね、まあ、それだけやっぱりこの浜松のですね、ピアノコンクールの、うん、まあ、評価が国際的にも高まったということですね。いよいよ11月21日から始まる、はい、浜松国際ピアノコンクールですが、はいはい、これ今年も相当レベルが高いようですね、はい、そうですね、今年はちょっとね、はい、心配したんですよ。と言いますと、というのはですね、今年はですね、うん、いろんなコンクールがですね、はい、一緒にこの年に開催されて、コンクールの当たり年でしてね、はい、例えばショパンコンクールとかチャイコフスキーコンクールとかですね、はい、まあ、歴史も名前もあるですね、まあ、すごいコンクールがですね、ピアノコンクールがですね、はい、開催されますので、はい、応募者がどうかなと思ったんですけども、はい、実は過去最高のですね、応募者数だったんですね。相当あったみたいですね、はい、でこれしかもですね、かなりレベルが高いと、まあ、審査員もびっくりするぐらいですね、いうことで、まあ、その中で、はい、まあ、その予備選を勝ち抜いて今度参加されますから、はい、まあ、一次審査の時からですね、相当レベルの高いですね、今回はコンクールになるんじゃないかなと、はい、まあ、みんな関係者一同期待をしてるんですけどね。そうですね、はい、この会場に本当はですね、会場に皆さんに来ていただきたいそうですけども ね、はい、ただなかなか会場行けないとかですね、はい、あるいは会場で聞いたけれどももう一回聞きたいというような方もいると思いますので、はい、実はですね、今回もですね、インターネットですね、全演奏をですね、配信をするという企画をしてるんですね。そして演奏会だけではない楽しみ方もあるんですね、はい、です、はい、まあ、今このコンクールがね、はい、盛り上がってきてますね。イベントとしてもですね、はい、非常に大きなイベントになってまいりましてね、はい、
で期間中はですね、多くの人が浜松に来られるということもありまして、はい、前回ですね、好評だった公認グルメ、うん、まあ、これが今回もですね、登場いたします。これ大変楽しみで、はい、ピアノ型のケーキですとか ね、はい、そうですね、ちょっとおしゃれなお酒なんかもあるので、はい、お土産にもぴったりですよね、はい、でまだまだですね、はい、注目のイベントがありまして、アクトシティの市民ロビーでですね、音楽写真家の木下明展、はい、木下明先生の展覧会があるんですね、でこの先生はですね、はい、もうずっとですね世界の音楽の巨匠たちをですねずっと撮影してこられてですね、この先生が、はい、残念ながらですね、お亡くなりになられてしまいまして、はい、これが実は最後のですね作品展になるんですね。あ、でもそれが実現されたんですね、はいはい、だからこれはもう大変貴重なものでありますし、はい、非常に見応えがありますので、はい、まあ、ぜひこれコンクールと一緒にですね、ご覧をいただきたいなというふうに思いますね、はい、第9回浜松国際ピアノコンクールは11月21日土曜日から12月8日火曜日まで開催されるということで、絶賛チケット発売中ですからね、お早めにお買い求めいただきたいですよね。ぜひ、世界のですね、特にこれから世に出てくるとですね、まあ、一流のピアニストの皆さんの演奏をですね聞いていただきたいですね。さて今日もお時間が近づいてまいりました、はい、それでは最後に鈴木市長から浜松市民の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、今年はいよいよ3年に一度の浜松国際ピアノコンクールの開催年となります、第9回目を迎える今年の、ピアノコンクールはですね、昨年浜松がユネスコの創造都市ネットワークの音楽部門で加盟が承認をされて初めてのコンクールというふうになります。それだけ注目度の高いコンクールとなりますし、世界からですね本当に今たくさんの皆さんに応募いただいておりまして、予選予備選の時からですね非常にですねレベルの高い皆さんが今回は参加しているということで、審査員の皆さんも驚いているということで、ぜひ市民の皆さんにもですねご注目をいただきたいと思います、まあ、このコンクールはですね100名を超える市民ボランティアの皆様にも支えられているということで、まさに浜松を挙げてのですねコンクールでございますので、まあ、ぜひこんな素晴らしいコンクールが身近で開催をされるということで、市民の皆様にですね気軽に会場に足を運んでいただきたいなというふうに思います。それからもう一つ、実はこのピアノコンクールと同時期にですねもう一つ注目のイベントが開催されます。もう皆さんご承知の通り11月の21日からゆるキャラグランプリの大会が弁天島の渚園で開催をされまして、ここではゆるキャラのですね今年のキャンペーンのですね最終投票が行われるということでございまして、浜松を代表するゆるキャラであります出世大名イヤス君も目下参戦中で頑張っておりますので、最後のこのですね会場での投票で結果が決まりますので、ぜひ市民の皆様にはピアノコンクールと合わせて弁天島の渚園に足を運んでいただきまして、家康への投票をお願いを申し上げたいと思います。秋はビッグイベントが目白押しでございます。ぜひ市民の皆様にも大いにこうしたイベントをお楽しみいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。市長今日もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。教えて市長。さあ今月もやってまいりましたこのコーナー、じゃじゃーん、教えて市長。過去に取り上げたテーマの内容に関するご意見やご質問、また市長にちょっと聞いてみたいといったお声を皆様方から募集し、私が代わりに市長にお伺いしていこうというコーナーです。市長どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今回はですねこのようなご質問、はい、北区の N さんからいただきました、はい、平成29年放送予定の大河ドラマの発表がありましたよね、はいはい、浜松そして私の住む北区が舞台とのことで今から楽しみです。ドラマが始まる前に主人公の井伊直虎についてもっと詳しく知っておきたいなと思いました。何かそうした情報はこれから発信していくのでしょうか、はい、というご質問だったんですが、はい、決まりましたね、浜松が舞台ってすごいですよね、はい、これはもちろんねこれからね、はい、29年の、ね、放送まで
大いに盛り上げていかなきゃいけないんですね。女上州直虎、ね、なんかあの直虎って聞くと、はい、あのすごい男の強い武将のイメージがあるんですが、名前はね女性なんですよ。なんですね、ここがミソでございまして、はい、これはね、あの井伊家、まあ、ずっと代々ですね、はい、あの北区の稲佐のあたりをこう治めてたんですけどもね、はい、その22代の当主の井伊直盛さんっていうのの娘さんが直虎さんなんですね。これあの時代ですから、はい、どんどん後継ぎがですね、いろいろと殺されたりして、その戦国時代のですね、あの中でですね、はい、後継ぎがいなくなっちゃうんですね。でとうとう直虎さんしか残らなかった。でその井伊家を引き継いで、はい、それでもう苦労しながらもですね、家を守り通して、で、徳川、後に徳川四天王の一人ということですね、はい、まあ、四天王の中でも、まあ、最も活躍したですね、はい、井伊直政、はい、もう家康公の懐刀、この直政を育て上げたのも井伊直虎さんなんですね。あ、養母だったっていうふうにね、はい、聞いたことあります。だから、まあ、言ってみれば井伊家中高の祖と言ってもいい方なんですね。あ、まあ、そういう方の、はい、おドラマですから、これからですね、いろいろと、まあ、直虎さんのことも含めて、はい、いろいろ発信していかなきゃいけないと。そうですね、いうことですね。実際にあの井伊直政さんなんかも入っているお墓が今両端ですね、これは広報庫山の一つですからね。そうですよね、今までやってきたいろんな取り組みがですね、全部こうつながってくるんですね、はい、家康公の出世の町浜松ってのも ね、 そうですね、これもつながってまいりますしね。はい、これからまずはですね、直虎こう含めて、うん、まあ、いい系とかですね、まあ、そうした当時の時代についてもですね、 PR していかなきゃいけないと。そうですね、まあ、ああいういい系みたいなですね、まあ、土着というかですね、はい、地元のそういう豪族をですね、国衆って言うんですけどもね、はい、これが戦国時代実にですね、重要な働きをしたんですね、はい、でこの国衆のおかげで徳川康子も天下を取れたと、まあ、そうしたことをですね、今度後半末の10月号で特集をしております。こちらですね。そうです、もうぜひこれを見ていただくとですね、はい、その辺の当時の、地元の事情を含めてですね、よくわかりますんでね、本当にわかりやすく楽しく書いてありますし、はい、面白い非常に時代なんですね、はい、で家康公にとってもやっぱり戦国武将としてのしていくためにはどうしてもこの国衆の力が必要だったということですね。どう関わっていくのかと、はい、いうことも、はい、もちろんこの後半の末も含め、はい、そのドラマでも楽しんでいただきたいですし、家康公のこともより知ってもらいたいですよ ね、 そうですね、ということでですね、はい、浜松の博物館で11月の1日から12月の6日まで、はい、徳川家康公天下取りへの道と題しましてね、まさにそうしたこの家康公が、はい、もうこの浜松へ来てどうやって勢力を伸ばしてですね、天下統一に向けて、礎を築いたかっていう、まあ、そこの過程をですね、いろんなまあ資料を集めてですね、分かりやすく、皆さんに、お知らせをする、まあ、特別展を開催いたしますので、ぜひこちらにもですね、足を運んでいただきたいというふうに思いますし、このね、大河ドラマっていうのはもう全国から注目をされますんでね。そうですね、1年を通してですね。そうなんですよ、これをいい機会にね、市を挙げて盛り上げていきたいと思っています。そうですね、改めてこう史実で家康公が、はい、まあ、今年はちょうど没後400年というお祭りもやっていますからね、はい、改めてこう周りを見つめ直して、はい、そうしたところを訪問してみるのも面白いかも。いいですね、改めてね。そうですね、はい、この地域の、まあ、そうした、はい、過去から現在に至るですね、歴史に触れてみるのもいいんじゃないかなと思いますね。ぜひ N さんも浜松市民の皆さんも改めて浜松の、ね、はい、良さを知ってみてください、はい、さあこのコーナーではまだまだ皆様方からのお声をお待ちしております。今回お話しいただきました第9回浜松国際ピアノコンクールに関するご意見やご質問、また市長にちょっと聞いてみたいといったお声をお待ちしております。宛先はこちらです。おはがきは郵便番号 430-8652浜松市役所広聴広報課、もっと素敵に浜松ナビ係。ファックス番号は 053-457-2028 番。メールアドレスはご覧の通りとなっています。市役所のホームページからもアクセスすることができますので、こちらも合わせてご利用ください。皆様方からのたくさんのお声をお待ちしております。視聴も楽しいお話をありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。